秋田県と山形県に暴風雪警報と波浪警報が発表されました。秋田県と山形県に暴風雪警報波浪警報です。ではまずは秋田県の方から見ていきたいと思います。秋田県発表されたのは秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に暴風雪警報波浪警報です。続いて山形県は鶴岡市、酒田市、遊佐町に暴風雪警報波浪警報となっています。この暴風雪警報というのは雪を伴う暴風により重大な災害が発生する恐れがあると予想した時に発表されるものとなっています。波浪警報は高波による遭難や沿岸施設の被害など重大な災害が発生する恐れがあると予想した時に発表されるものです。ではこの先の予想を見ていきましょう。この後も強い寒気の影響で雪が降りやすくなります。内陸山沿いなどでは大雪注意が必要ですし、また風も強いため沿岸部では暴風雪にも注意が必要となります。沿岸高波にもご注意ください。この後も十分にご注意ください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。